手前に引き続き文教福祉委員会を再開いたします。それでは午前中の第3巻民主について質疑を行います。次ありませんか。はい、橋本徳一郎委員。はい、何点かあるんですけど、まず37ページの、もうちょっと、はい、民主と申しましたが、民主政治でございましたので申し訳ございません。はい、どうぞ。はい、37ページの生活困窮者自立支援事業の中で新型コロナウイルス感染対策分っていうのがありまして、これ期限付きという説明がありましたけど、これどのくらいの期限だったのかなっていうのを確認したいと思います。はい、鶴田生活援護課長。生活援護の鶴田と申します。よろしくお願いいたします。ただいまのご質問につきまして、生活困窮者住居確保給付金という制度がございますが、これはもう10年ほど前からございまして、生活困窮する方が借家の家賃が払えなくなってですね、住居を失う恐れがある場合、いわゆる失業とか廃業されてですが原因で、そういう状態になられた方に対しまして、最長9ヶ月間ですね、家賃の補助をするという制度がございました。で、3ヶ月がひとっくりでございまして、3ヶ月経ってもその生活困窮が解消されない場合は延長、再延長ということで9ヶ月まで、家賃補助するという制度がもともとあったんですが、今回新型コロナウイルスの影響でですね、失業や廃業には至っておられませんが、休業等でですね、収入がこう減少したということで生活困窮状態になられた方を新たにですね、支給対象者ということで、支給対象者に加えられたというのがこの新型コロナウイルス感染対策分ということでございまして、最長9ヶ月というの他に特例措置により最長12ヶ月間ですね、家賃補助が可能となったということでございます。でさらにですね、その後もですね、1回に限り再申請も可能となったということでございますので、最長15ヶ月間はですね、この制度が受けられるということでございます。以上、ご答弁いたします。はい、橋本徳一郎委員。はい、ぜひ、この分ですね、お願いしたいと思います。あと他にですね、すみません、事業福祉サービス事業、47ページですね。これ介護給付分と、自立、年と給付というふうな形になりますけれども、この辺の詳しいところですね、制度的なに、年齢で区切るっていうのは分かってるんですけども、実際のその対象人数だとか今後どういうふうに動いていくのかっていうのをちょっとお聞きしたいです。はい、委員長。はい、高崎障害者支援課長。はい、障害者支援課の高崎でございます。よろしくお願いいたします。障害福祉サービスの、まずは対象の人数でございますが、令和2年度の、支給決定者数、年度末でございます。人数が1222名というふうになっております。それから、それぞれの事業についてはですね、ちょっと事業の内容を申し上げますと、障害福祉サービスの給付事業というのは、介護給付と訓練等給付の2つがございます。介護給付については日常生活に必要な支援が受けられるようにする給付で、訓練等給付の方が自立した生活に必要な知識技術を身につける、訓練を行うものということです。それから、見込みについてはですね、ただいまサービスを支給の決定をされている方は
ほぼ横ばいの状況にあります。で、訓練等給付の中でも、主には就労支援関係になりますが、就労関係については、A 型契約を結んで、労働基準法の最低賃金を保障するような形の、支援についてはやや横ばいの状況にあります。平成30年度が256人、月当たりの平均の利用です。31年度が255人、令和2年度が253人というような状況です。それから、B 型契約を結ばずに、利用するような、支援になりますが、こちらの方が、平成30年度が253、平成31年度が270、令和2年度が272で、やや増えつつあるような状況にあります。状況については以上のようなところでよろしいでしょうか。はい、はい、他ありませんか。はい、はい、奥ライン。はい、放課後児童健全育成事業のところでお尋ねしたいんですけど。何ページですか。成果の51ページ、うん、現在この、放課後児童育成事業が行われていない校区というのはどちらの校区になりますか。はい、岩崎子ども未来課長。子ども未来課の岩崎です。よろしくお願いします。放課後児童クラブが設置されていない校区というのが泉校区、郡地区校区、昭和校区が放課後児童クラブが設置されていない校区となります。以上です。はい、はい、おらん。はい、その3校区で、今この放課後児童クラブを利用したいというような親御さんの、世帯数というのは何か把握できていたりしてますか。はい、岩崎子ども未来課長。泉校区、郡地区、昭和校区についてはちょその辺の状況の把握はちょっとできていない。世帯数については把握はちょっとしておりません。以上です。はい、奥ライン。はい、わかりました。あと、この利用のニーズが高い地域、校区、こういったところに今から広げていこうというようなお話いきますか。評価もいただいているんですけど、非常にいいことだというふうに思うんですけど、ニーズに応えていただくというところはですね、ただどのような広げ方、これから取り組みとして進めていこうとされているのか、そこのあたりをご説明いただければと思います。はい、岩崎子ども未来課長。お願いします。現在大田区校区とか非常に厳しい状況であります。一つしか、ないというのもありますけれども、放課後児童クラブを設置するにあたっては予算的なもの、人員配置、あと場所ですね、そういうのが、課題ということになりますので、そのあたりをきちっとですねクリアできるような形であれば今少ないところにも設置は可能かと思いますけれども、その辺を今からまた検討はしていく必要があるかと思っております。以上です。よろしいですか。はい、はい、僕はなぜか。それではなければ以上です。あ、以上と午後1時すいません、42ページの災害見舞い等支給事業で、非常に先ほどちょっと説明あったんですが、決算予算と決算のあまりにも差がありすぎて不要額もかなり多いということで、具体的にこの数字の内訳を説明願えればと思いますか。それとか
分かりますか？分からなければ後ほどでも。担当課長、はい、それ、はい、どうしますか？答えられますか？はい、はい、野田福祉政策課長。はい、健康福祉政策の代表、よろしくお願いいたします。運用額につきましては、まず災害援護貸付金の方なんですけども、実際当初予定したよりも、かなり、少ない貸付だったのでですね、実際は想定したときには全壊が51件、大規模半壊が19件、そして半壊の方32件想定したんですけども、実際には、全壊が3件、大規模半壊が0件、半壊が一応3件と、かなりもう少ない貸し付け状況だったということになります。以上です。はい、橋本浩一委員。この災害自体が少なかったからこの額で収まったということでよろしいんですね。ニーズは多かったけどなかなか条件が厳しくて、この予算と決算が誤差が出てきたというわけじゃないんですね。被害の程度が軽かったということですね。はい、野田健康福祉政策課長。はい、失礼します。最後に言いました災害援護資金の貸付状況なんですけども、実際に言いましたように6件と、実際まあ想定した方少なかったのはあるんですけど、実際、被害自体は多かったという認識をしております。ただこの資金まで貸し付け、借りたところでの申請者が少なかった。申請者が少なかった。はい、以上です。よろしいですか？はい、他ありませんか？はい、はい、お会議。はい、46ページ、地域生活支援事業で、扶養額の説明の中で、日中一時支援事業の、見込みが合わなかったというような説明があったかと思うんですが、なぜ合わなかったのか、そこをお聞かせいただきたいと思います。はい、高富障害者支援課長。失礼します。日中一時支援事業につきましては、昨年度は新型コロナウイルスの感染の影響がありまして、通称理解、それから、施設側が、受け入れを停止したりといったことがございました。それから、児童を預かるような関連の事業で放課後等デイサービスというのがあるんですけれども、そちらの方が通常の受け入れ日数よりも多く受け入れてもいいというような国の方針も出まして、そちらの方に幾分流れたということから、日中一時支援の方で、予定よりも、執行が少なかったということでございます。いいですか？結構です。はい、他ありませんか？はい、はい、橋本、福一郎委員。はい、58ページの新型コロナウイルス保育所等のですね、扶養額で、まあ、私立の分の申請が少なかったというふうに、報告があったと思うんですけど、これ、なぜかというのはご存じでしょうか？はい、岩崎子ども未来課長。まあ、見込みより少なかった、当初見込んでおりました、例えば保育教材とかの、助成につきましてはですね、まあ、14号非課税世帯等を予定してかなりの多くの人数を見込んでおりましたが、まあ、43名という、まあ、当初の見込みよりかなり少なかったりとか、そういうのがありまして、扶養額が出たというところになります。はい、橋本独一郎委員。その少なかった理由というのはご存じですか？はい、岩崎子ども未来課長。はい、まあ、当初の見込みより少なくと、あとですね、
応援給付金等を含めてですね、当初見込んでいたのより少なかったというのはですね、あとそれ、そうですね、応援給付金、あと教材費、見込みが甘かったというのが正直なところかと、それこちらが見込んでいたよりもですね、保護者の方の申請が少なかったというのがやはりありまして、不要額というのが出ているということになります。はい、分かりました。吉本徳一郎委員。はい、分かりました。あともう一件ですね、62ページの応急修理のことですけれども、61件で、予算額、これも不要額が相当あるということだったんですが、この実際に利用された方が少なかったっていうのが大きいことなんですが、なぜそのこういう61件にとどまったっていうのをご存知かというのをちょっと確認したいと思いますが。ちょっと待ってくださいね。秋野衛生課長さん。はい、こんにちは、衛生課の秋野と申します。よろしくお願いします。委員ご質問の、件数、実績件数が少なかったということに対してですけれども、当初ですね、応急修理を実際使われる方から早く使っていただくということでですね、当初の件数をどうやって出すかということで検討したんですけども、想定の住居被害というのがですね、522件ということで当時公表されておりまして、でそれからですね、全回答数が当時173件ということで、これは罹災証明の発行件数ですけども、それから差し入れですね、350件、約350件ということを算出しまして、それから59万5千円上限となりますけれども、かけて2億825万円ということで予算化したところです。で当時はですね、とにかく急がないと応急修理をされたい方に対応できないということで、根拠を出すのも大事だと思うんですけど、まずはスピードを持って予算化するということが優先でしたので、実際想定よりも少なかったというのが結果でございます。はい、了解です。はい、橋本徳一郎委員。はい、本当に予算化するのが必要っていうのは、確かに必要だと思います。あとちょっと、これは意見になりますけども、あとは使い勝手というかですね、そのまま応急修理して進み続けられるかというのを不安があったんじゃないかなというのもありますので、その辺の部分も、加味して今後の対応をお願いしたいと思います。はい、そこはありませんか。はい、それでは以上で、質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。はい、はい、今回、はい、まず放課後児童健全育成事業の放課後児童クラブの件ですけど、未設置の交付について、ニーズの確認をしっかりお願いしたいというのと、待機児童が一日も早く解消できるように取り組みを進めていただきたいとお願いをしておきたいというふうに思います。それから事業名がちょっとすいません定かではないんですけど、災害見舞金で一律10万円という、ご説明もいただいたかというふうに思っておりますが、各世帯に対して、10万円、一律10万円、その世帯の中にやはり5人家族だったり2人家族だったり、お一人だったり、いう場合があって、そこに、やはりこう世帯の構成数というですね、少し加算があってもいいのではないかというふうに私個人としては考えております。そのあたりも今後のお見舞い金のあり方についてご検討いただければというふうに思うところです。以上で終わります。はい、他の専科、はい、本当に、はい、
橋本徳一郎委員、まずは生活困窮自立支援ですね。まあ、コロナ対策について、合わせて特区に特例で、長くしていただいているというのは非常にいいなと思いますので、まあ、今後もきちんと、まあ、対応していただいて市民生活を支えていただけたらなと思っています。あと障害福祉サービスの給付事業は、まあ、これに直接ではないんですが、障害者の方の給付のあり方というかですね、制度のあり方で後期高齢になった、の年齢になった方が介護保険対応ということになってですね、その入居する施設だとかが介護保険の、対象の施設になりますので、外出ができなかったりとか、そういうことも結構聞いてます。そういう障害者とはちょっとまた介護保険と、まあ、少し離れるというような部分もありますので、その辺 の融通を利かせるというか、外出が、介護可能になるとかですね、そういった部分で、結構不満の声が、外出が自由にできなかったりというのもありますので、今後の対応をぜひお願いしたいと思います。以上です。はい、他ありませんか。なし。はい、以上で第3巻民生品について終了します。講義で代わりを運営のため紹介します。衛生費中健康福祉部関係分について説明を願います。はい、遠山健康福祉部次長。はい、改めまして皆様こんにちは。健康福祉部の遠山でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。はい、どうぞ。それでは歳出衛生費のうち健康福祉部所管分につきまして、令和2年度における主要な施策の成果に関する調書括弧その1および一般会計歳入歳出決算書を用いまして説明いたします。調書の62ページをお願いいたします。関与衛生費の事業のうち主なものについて説明させていただきます。まず62ページの下の表、船長健康温泉センター管理運営事業ですが、市民の健康増進を図るため温泉施設の運営と維持管理を実施しております。決算額は3664万4000円で、温泉管理業務委託料1386万円、温泉受付業務委託料642万8000円、燃料費773万3000円が主なものです。なお特定財源として温泉入館料1055万7000円などがございます。付与額の403万8000円は燃料費や光熱水費の執行残になります。今後の方向性としましては、市入り実施現行通りとし、施設の老朽化が進んでおりますことから、今後も修理等を行い適切に施設を維持管理していくこととしております。次に63ページの上の表、不妊治療助成事業ですが、市民が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、不妊治療を受ける夫婦に対し不妊治療にかかる費用の一部を助成しております。決算額は411万円で、不妊治療にかかる助成金396万4千円が主なものです。特定財源として建設資金4分の3がございます。扶養額の340万8千円は助成件数が当初見込みより少なかったことによるものでございます。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとしております。少子化対策を図る上でも必要な事業であり、今後も関係機関等との連携を図り、事業を継続して実施していくこととしております。次に同ページの下の表、妊産婦健康支援事業ですが、安心して出産・育児ができるよう支援することを目的として、妊娠の届出をした妊婦に対し母子健康手帳の交付や保健指導の実施、また14回分の妊婦健康審査の費用を助成するなど、妊娠期の健康管理などを行っております。決算額は7735万9000円で、県医師会への妊婦健診委託料7419万円、妊婦歯科健診委託料117万円、里帰りなどで県外の医療機関で妊婦健診を受診された方への妊婦健診助成金80万5000円などが主なものでございます。
特定財源として県支出金がございます。扶養額の658万6000円は妊婦健診の受診件数が当初見込みより少なかったことによるものでございます。今後の方向性としましては、市による実施規模拡充としております。妊娠早期からの適切な保健指導、個別の栄養指導や訪問指導等を継続して実施し、早産の予防を図ることとしております。また母子手帳アプリの導入など ICT を活用し、妊娠期からの安心安全な出産を支援してまいります。次に64ページの上の表、乳幼児健康支援事業ですが、すべての乳幼児が最適な成長発達を遂げる手助けをすることを目的として、4ヶ月健診などの乳幼児健康審査や未熟児訪問指導、生後4ヶ月までの乳児家庭全校訪問事業など健康管理や保健指導を行っております。決算額は2085万円で、市医師会や郡医師会への乳幼児健診委託料850万8千円、乳児家庭全校訪問事業に従事する予算指導の会計年度乳幼職員報酬等849万1千円が主なものです。なお特定財源として国庫支出金3分の1、県支出金3分の1などがございます。扶養額103万6千円は新型コロナ感染拡大防止のため検診を一部中止したことによるものでございます。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとし、検診内容の充実や関係機関との連携強化により、心身ともに健全な子どもの育成等に継続して取り組むこととしております。次に同ページの下の表の子ども医療費助成事業ですが、令和元年10月診療分からは対象年齢を18歳まで拡大し、子どもの通院入院などにかかる医療費の自己負担分全額を助成し、保護者の経済的負担を軽減し、子どもの健康保持と健全育成を図っております。決算額は4億4340万5000円で、医療費助成4億3181万円、熊本県国民健康保険団体連合会等への審査支払い手数料1155万6000円が主なものでございます。なお特定財源として一部の年齢に対しましては、県支出金2分の1がございます。扶養額4828万9000円は助成件数が見込みより少なかったことによるものでございます。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとし、事業継続により保護者の経済的負担を軽減し、子どもの健康保持と健全育成を図ることとしております。次に65ページの上の表、初期救急医療推進事業ですが、比較的軽度な疾患を対象として休日や夜間において初期救急医療を実施しております。決算額は4555万5000円でございます。その内訳ですが、まず休日在宅当番医委託665万7000円は、休日における初期救急医療体制を確保するため八代市医師会および八代郡医師会に委託しているものです。次の八代市夜間救急センター運営委託3440万円は、夜間における初期救急医療体制として八代市医師会立病院内に設置しているセンターの運営を八代市医師会に委託しているものです。その他、年末年始5月連休歯科救急診療委託に44万円、八代歯科医師会航空保険センター補助金として58万2000円を八代歯科医師会、八代市夜間救急センターの新型コロナウイルス感染症対策分として受診環境の整備を行うために委託料347万6000円を八代市医師会に支出しております。なお特定財源として国庫支出金347万6千円がございます。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとし、市民の方々が安心して暮らせる環境を構築するため、引き続き現在の体制維持に努めることとしております。次に飛びまして、次のページ66ページの下の表、
健康増進事業をお願いいたします。本事業は生活習慣病の発症、重症化予防、市民の健康の保持、増進を目的として青少年期からの市民を対象に基本検診や各種がん検診、健康に関する教育、相談、訪問指導などを実施しているものです。決算額は9213万7000円で、各種がん検診などの検診委託料7547万3000円が主なものです。なお特定財源として国庫支出金と検出金がございます。扶養額379万1000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により検診の受診者が当初見込みより少なかったことによるものでございます。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとし、がん等は早期発見早期治療が大変重要であることから、感染症対策を十分に取り、市民が安心して受診できるよう周知や受診勧奨を行うとともに、さまざまな媒体を活用した健康に関する情報発信を行うこととしております。次に67ページの上の表、健康づくり応援ポイント事業でございますが、市民の生活習慣病予防対策として特定健診等の受診を促すとともに、健康づくりへの積極的な取り組みを支援することを目的として実施しております。決算額は84万9000円で、特定健診受診や対象イベントへの参加等により目標ポイントに達成し、抽選に当選した方への商品発送にかかる業務委託料56万8000円、参加賞の購入費16万2000円が主なものでございます。なお特定財源として全額ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金がございます。扶養額の37万8000円は印刷用品の出向座によるものでございます。今後の方向性としましては、市による実施規模拡充とし、地域団体企業等との連携強化を図るとともに、携帯アプリの導入等を検討し、若い世代が参加しやすい環境整備を行うこととしております。次に同ページの下の表、産後ケア事業ですが、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図り、産後も安心して子育てができるよう、産後間もない産婦を対象に産婦健康診査を実施し、その結果等から支援が必要と判断される産婦に対し、心身のケアや育児サポート等の産後ケアを実施しております。決算額は396万3000円で、医療機関への産婦健診委託料366万3000円、医療機関や助産所に対する産後ケア委託料16万2000円が主なものです。なお特定財源として国庫支出金2分の1がございます。扶養額240万7000円は、産婦健診受診者や産後ケア利用者が当初見込みより少なかったことによるものでございます。今後の方向性といたしましては、市による実施現行通りとし、法改正に伴い今年度より産後ケア事業の対象者を拡充し、産婦への心身のケアや育児サポート等を充実させたところです。今後も関係機関等との連携を図り、産後も安心して子育てができる支援体制を確保していくこととしております。次に68ページの上の表、子育て世代包括支援センター事業です。子育て世代包括支援センターは、妊娠・出産・育児に関する各種相談に応じ、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を提供することを目的に令和2年4月に設置したものです。決算額は260万3000円で、相談員となる会計年度任用職員1名の報酬が主なものでございます。特定財源として国庫支出金3分の1と県支出金3分の1がございます。今後の方向性としましては、信用実施現行通りとし、本センターの設置により相談体制が強化され、妊娠期からの切れ目のない支援体制の充実が図られており、今後さらに関係機関との連携を深め、安心して子どもを産み育てられる環境を整えてまいります。次に少し飛びまして、69ページの下の表、新型コロナウイルス感染症対策確保本部事務ですが、
新型コロナウイルス感染症感染防止対策に伴うマスク消毒液の購入や市民への啓発活動を行うものです。決算額は278万5000円で、感染対策用マスクや消毒液購入費261万6000円が主なものでございます。特定財源としてここ支出金がございます。また不要額94万5000円は周知啓発用チラシの配布回数の減によるものです。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとし、まん延防止宣言等に迅速に対応できるよう情報収集に努め、市民への適切な新型コロナウイルス感染症対策を講じることとしております。次に70ページの上の表、各種予防接種事業ですが、予防接種法に基づき感染の恐れがある疾病の発生、発病等重症化及び蔓延を予防し、健康を保持するため各種予防接種を実施しております。決算額は3億7363万1000円で、集団予防として乳幼児、児童生徒を対象に実施する L 疾病の予防接種委託料2億3747万6000円、個人予防として高齢者を対象に実施する B 類疾病の予防接種委託1億858万8000円が主なものでございます。なお令和2年度から未就学児を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部助成とロタウイルスワクチン予防接種の定期接種化を実施しております。特定財源として国庫支出金と県支出金などがございます。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとし、今後も事業を継続し、市民に対し効率的な効果的な接種勧奨を行い、接種率の向上を目指すこととしております。次に同ページの下の表、新型コロナウイルスワクチン接種事業ですが、予防接種法に基づき臨時接種とし、市民が早期に安全で安心な接種が受けられる体制を整備し、接種を実施することにより感染症の発症や重症化を予防し、感染の蔓延を防止するものです。決算額は1560万6000円で、健康管理システムの回収業務委託料214万5000円、接種券等の印刷封鑑業務委託680万9000円、コールセンター業務委託213万6000円が主なものでございます。なお特定財源として全額が国庫収支金でございます。なお個別接種医療機関への接種委託料や集団接種の会場運営委託料、会場使用料などの 6億5439万4000円を次年度へ繰り越しております。今後の方向性としましては、市による実施現行通りとし、新型コロナウイルスワクチン接種は今年2月中旬より医療従事者等への優先接種を開始いたしました。今後は国の方針等を踏まえ、早期に安全で安心な接種を実施することとしております。次に飛びまして、72ページの上の表、市立病院建物解体事業ですが、病院事業の廃止に伴い市立病院本館の解体工事を行ったものでございます。決算額は2億1001万3000円で、内訳は建物解体工事費1億8136万9000円、残次物処分委託料2732万4000円、敷地登記業務委託料132万円でございます。特定財源として公共施設等適正管理推進事業債1億6320万円がございます。今後の方向性としましては、私立病院本館の解体工事が令和3年3月に進行しましたことに伴いまして完了としております。最後に主な流用額について説明をいたします。決算書の134ページをお願いいたします。134ページでございます。関4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費になります。
1枚おめくりをいただきまして、137ページの一番右の備考欄をお願いいたします。保健衛生総務の下から2番目の行ですが、節19扶助費から目に予防費、節12委託料に433万4千円を利用しております。これは各種予防接種事業において接種者数が当初見込みより増加したことによるものでございます。またその下の行になりますが、同じく節19扶助費から目5病院費、節14工事行方費に1191万2千円を利用しております。これは私立病院建物解体事業において試掘調査の結果、想定以上に岩盤が固く、土手目工事にかかる工法を変更する必要が生じたことによるものでございます。次に138ページ目5病院費をお願いいたします。139ページの備考欄の下段でございますが、節14工事受給費から節12委託料に2733万1000円を利用しております。これは私立病院本館の解体に含めて発注することとしておりました残置物処理について、保健所の指導により解体工事着工前に業務委託として発注することとしましたことから利用して対応したものでございます。以上で衛生費のうち健康福祉部所管分の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。質疑ありません。はい、橋本徳一委員。何点かありますが、まず67ページの産後ケア事業、そうやって包括するもありますけども、だいぶその検診もケアもそうか、かなり件数は伸びてるんですが、これ、どの程度の利用率とかいうのが分かられますか。稲本健康推進課長。健康推進課の稲本です。よろしくお願いします。産業ケア事業の実績でよろしいでしょうか。はい、令和2年度ですけれども、まず産後健診と産後ケアって2種類しておりまして、産後健診の方が699人健診を受けていただいておりまして、85.2% の実績でした。あと産後ケアというのが、宿泊型ケアと訪問型ケア2種類を実施しておりますけれども、令和2年度におきましては、宿泊型はありませんでしたけれども、訪問型が、4人利用がございました。以上です。はい、はい、橋本徳一郎委員。子育て包括支援センターの事業が先ほど、職員が1名というふうに、あってたんですが、今後の方向性としてもその、件数がこの4000件というふうな形にもなってますし、本当に1人で大丈夫なのかなというふうに思うんですけど、その辺は大丈夫なんでしょうか。はい、稲本健康推進課長。子育て世代包括支援センターの専任の職員が今1名ということにということでよろしかったでしょうか。はい、今助産師を専任で配置しておりまして、でその専任の保健師 の助産師の方が妊娠中から、産後の、相談等を中心に受けていただいております。ただ今市の保健師の方でも合わせて校区担当制を引いておりまして、そちらの保健師と連携しながら支援を進めております。で、今後また拡大をですね、状況に応じて、職員の配置等は今後の検討かと考えております。以上です。はい、自分の特一郎に、保健師との連携を取りながらということで安心しました。ありがとうございます。どうですか。はい、他ありませんか。はい、なければ、すいません。中山、はい、委員。はい、62ページ、の検証を温泉センター、
こちらの業務の方の委託なんですけど、まあ、決算額から見ると2565万円の、赤字状態にあるということで認識してよろしいですか。はい、野田健康福祉政策課長。失礼します。仙町温泉センターにつきましては、まあ、昨年度もコロナ禍もありまして、仮に入所数も減ってきたんですけども、その後の赤字がそれだけあったということで、構わないと思います。以上です。はい、中山委員。今後、なんかこういう改善するようなこととか考えられていますか。はい。野田健康福祉政策課長。先ほどもまあコロナ禍で入場者数が減ってきたということもあるんですけども、まあ、コロナが収束すればですね、もう昨年度よりも入場者数が増えてきて、再入も増えてくるのではないかなと考えております。以上です。はい、中山。すいません、ちなみにおととしの金額をちょっと教えてもらっていいですか。おととし、去年で分かりますか。それとも後ほど。はい、はい、野田健康福祉政策課長。入場者数は調べてきたんですが、金額は調べてないんで、後ほどまた回答したいと思っております。はい、よろしいですか。はい、他ありませんか。橋本道郎委員。65ページの初期救急医療の推進事業で、新型コロナウイルス感染症対策分で、まあ、医師会の方でですね、まあ、運営いたときで、環境整備分というふうに言われたんですけど、具体的にどういうことをされたんでしょうか。はい、野田健康福祉政策課長。失礼します。347万のことだと思うんですけども、実際これを夜間休館センターの方に、委託料を増額してお送りしまして、内容としましてはですね、マスクあるいはフェイスガード、使い捨ての手袋だとか、非接触型の体温計だとか、解析付きの心電計、あるいは自動の薬を分ける分包機、あたりの購入に当ててもらっております。以上です。よろしいですか。はい、橋本徳一郎委員。その分包機、どの程度のものですか。全自動、それとも錠剤のみっていう、その辺分かられますか。はい、野田健康福祉政策課長。はい、失礼します。こちらちょっと聞いてますのは、自動分別の分包機というふうに聞いてるもので、ちょっと中身についてはすいませんが、ちょっと確認はしておりません。わかりました。すいません。じゃあまた。はい、他ありませんか。はい、なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なければこれより採決いたします。議案第117号、令和2年度八代市一般会計歳入歳出決算中と委員会関係分については、これを認定する賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め、本案は認定することに決しました。執行ビル管理人のため紹介します。議案第118号、令和2年度八代市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について健康福祉部から説明を願います。委員長。はい、丸山健康福祉部長。はい、それでは、令和2年度国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、診療所の4つの特別会計決算の認定をお願いするにあたりまして、健康福祉部長としての総括をまとめて述べさせていただきます。まず国民健康保険特別会計についてですが、
平成30年に持続可能な医療保険制度を構築するため、都道府県が市町村とともに保険者となる国保の都道府県化が実施され、3年が経過いたしました。令和元年度まで赤字を計上し、5年連続となる繰り上げ授与を行っておりましたが、令和2年度決算では計3億2000万円の黒字となり、ようやく最大約7億円あった累積赤字を解消することができました。都道府県化の効果や医療費の減少などいくつかのプラス要因が重なったことが功を奏したものと思われます。しかしながら被保険者数の減少により税収総額は今後も減少していくと予想される中、一人当たり医療費は新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う受診控えもあり、令和2年度は令和元年度に比べ減少となりましたが、年々増加傾向にありますので、依然として厳しい財政状況にあることには変わりありません。健全な国保財政を維持できるよう、ジェネリック薬品の使用促進やレセプト点検の充実強化などの医療費適正化対策や特定健診など保険事業の推進、収納率の向上に取り組んでまいります。次に後期高齢者医療特別会計についてですが、保険者は熊本県後期高齢者医療広域連合となっておりまして、本市では広域連合との事務分担に基づき、保険料の徴収、各種申請の受付、健康保持増進事業等を行っています。後期高齢者の数は制度発足以来増加傾向にあり、令和2年度末で 22,511人となっています。ここ 2,3 年は一旦落ち着きを見せますが、今後増加していくことが見込まれることから、現在の健全財政が維持できるよう保険料収入の確保に努めるとともに、高齢者健診や訪問指導等の健康保持増進事業などにより高齢者の健康増進を図ってまいりたいと考えております。次に介護保険特別会計についてですが、令和2年度の決算では基金への積み立ても行った上で、単年度収支が約8億4000万の黒字となるなど、安定した財政運営が続いております。しかしながら今後も高齢化の進展や認定者数の増加等により給付費の伸びが見込まれることから、状況に応じた介護保険サービスの提供や介護給付の適正化に向けた取り組み、さらには地域包括支援センター等と連携した介護予防の取り組みが重要と考えております。また医療や介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築に向けて医療と介護の連携にも引き続き取り組んでいるところです。最後に診療所特別会計についてですが、民間の医療施設がない泉地域の下竹地区、五箇野小地区などにおいて3つの僻地診療所を運営しています。人口減少に伴い受診者数は減少傾向にありますが、地域住民に安定的な医療を提供するためには欠かせない事業であり、引き続き県や関係機関と連携した医師の確保と医療体制の整備に努めたいと考えております。以上、健康福祉部が所管します令和2年度特別会計決算につきましての健康福祉部長としての総括といたします。それでは議案第118号八代市国民健康保険特別会計及び議案第119号八代市後期高齢者医療特別会計を国保年金課西田課長が、議案第120号八代市介護保険特別会計を石本長寿支援課長が、議案第124号八代市診療所特別会計を野田理事兼健康福祉政策課長が説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、西田国保年金課長。こんにちは、国保年金課の西田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。座って説明させてもらっていいでしょうか。それでは議案第118号、令和2年度八代市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。歳入につきましては、令和2年度八代市特別会計歳入歳出決算書、歳出につきましては令和2年度における主要な施策の成果に関する調書
および土地開発基金の運用状況に関する調書、その2にてご説明いたします。それでは調書その2の181ページをお願いいたします。まずは国民健康保険特別会計の令和2年度決算の概略について簡単に説明させていただきます。表の左側が歳入、右が歳出となっております。それではまず歳出でございます。第1巻総務費の決算額1億9104万1000円は職員の人件費や非保険者証や保険税算定通知書発行に要する事務費および国保連合会が行う共同処理など国保に関わる事業の経費に対する負担金および本市の国保運営協議会にかかる経費などでございます。第2巻保険給付費115億1848万3000円は被保険者の医療費等にかかる保険給付に要した経費で歳出の 70% を占めます大きな事業でございます。第3巻健康保険事業費納付金45億5631万3000円は県全体の医療費を賄うために市町村ごとに安分され熊本県へ納付するもので歳出の 27.7% を占めております。第4巻共同事業拠出金80万6000円はテレビ放送等の国保の広報事業など国保連合会が行う共同事業経費に対し拠出するものでございます。第5巻保険事業費1億1260万7000円は特定健診や特定保険指導人間ドック、脳ドックなどの疾病予防レセプト点検やジェネリック医薬品の普及啓発などの医療費適正化にかかる経費が主なものでございます。第6巻諸支出金2138万9000円は県交付金の超過交付分の返還金および被保険者へ保険税の過誤納付分の返還金が主なものでございます。第8巻繰上重要金5176万8000円は令和元年度決算におきまして歳入が歳出に不足するに至ったため令和2年度の予算から重要したものでございます。左の表の左をお願いいたします。歳入でございます。第1巻国民健康保険税34億2448万9000円は被保険者から負担いただいている保険税で歳入の 20.4% を占めております。少し飛ばしまして第4巻県支出金117億7887万2000円は歳出の保険給付費のうち医療費にかかる分を県が交付したものや医療費適正化の等の取り組みに応じて交付されるもの財政面の不均衡を調整するために交付されるものなどで歳入の 70.2% を占めております。第5巻繰入れ金14億9254万8000円は国保事業に要します人件費及び事務費分や低所得世帯の保険税軽減分を公費で補填する分などを一般会計から繰り入れるものでほとんどが法定繰り入れ分でございます。この表左の歳入の合計の決算額 A は167億7477万3000円で右の歳出の合計の決算額 B は164億5240万7000円でございます。歳入合計から歳出合計を引きました。その下歳入歳出差引額 A-B は3億2236万6000円の黒字でございます。なお翌年度へ繰り越すべき財源170万1000円を差し引いた一番下の欄の実質収支額は実質の繰り越し額でございまして
3億2066万5000円でございます。それでは歳出の主な事業についてご説明させていただきます。183ページをお願いいたします。保険給付費事業でございます。この事業は被保険者の医療費等にかかる保険給付に要した経費でございます。決算額は115億1848万2000円で、その内訳は療養給付費括弧一般98億489万4000円、療養費括弧一般6877万1000円、高額療養費括弧一般15億6253万4000円、出産育児一時金4671万5000円が主なものでございます。特定財源といたしまして、県支出金の普通交付金113億7786万5000円があります。扶養額の10億550万円は、被保険者数の減少や新型コロナウイルス感染症拡大の影響による医療機関への受診控えにより、見込みより医療費がかからなかったことによるものでございます。今後の方向性は、現行通り市により実施していくこととしておりますが、法令に基づく適正な保険給付を行うとともに、保険事業や医療費適正化事業など、医療費の増大を抑える取り組みも行ってまいります。その下、医療給付費等納付金事業でございます。この事業は平成30年度から、国保の運営において県が財政運営の主体となったことに伴い、県が県全体の医療給付費を見込んだ上で、市町村ごとの所得水準や医療費水準を考慮して決定したものでございます。決算額は45億5631万3000円でございます。その内訳は医療給付費分納付金括弧一般33億582万1000円、後期高齢者支援金分、支援金等分納付金、支援金等分納付金、括弧一般、9億2776万1000円、介護納付金分納付金、3億2049万9000円が主なものでございます。特定財源は、県支出金、特別交付金、括弧保険者努力支援分が5537万1000円、特別交付金、括弧特別調整交付金分が2億2848万7000円、特別交付金、括弧県繰り入れ金分5882万8000円があります。今後の方向性は、現行通り市により実施していくこととしておりますが、医療費の増加に伴い、この納付金も増加することになりますので、できるだけ医療費がかからないよう、歳出におきましては、医療費適正化事業や保険事業の実施により、医療費の抑制に取り組むとともに、歳入面においては、国・県からの財政支援の拡大に努めてまいります。次に、184ページをお願いいたします。医療費適正化推進事業でございます。この事業は、増大する医療費の抑制のため、特定健診の受診率向上と糖尿病性腎症重症化予防にかかる取り組みのほか、医療機関から提出された診療報酬明細書であります、レセプトの点検業務の実施、後発医薬品でありますジェネリック医薬品の使用を促進し、医療費適正化を図るものでございます。決算額は1345万9000円で、その内訳は健康推進課での管理栄養士3人の人件費720万5000円、需要費・役務費で142万円、国保年金課での診療報酬明細書点検整理等業務委託で436万9000円が主なものでございます。特定財源は、県支出金、特別交付金括弧保険者努力支援分596万7千円、特別交付金括弧特別調整交付金149万2千円、
特別交付金、各個県繰入れ金483万4000円があります。今後の方向性は現行通り市により実施としておりますが、特定健診受診率の向上の取り組みや医療機関と連携した保健指導を実施するとともに、効率的なレセプト点検の実施、ジェネリック医薬品の普及促進を図ってまいります。次に下の表、国保保健指導事業でございます。この事業は医療機関の重複受診や頻繁に受診しておられる非保険者を対象に、保健師が個別に訪問し、日常生活指導や適正受診に関する指導を行い、自主的な健康づくりを支援するものでございます。決算額240万8000円は、訪問指導を行う会計年度任用職員の訪問保健師の報酬等にかかる経費が主なものでございます。特定財源は県支出金、特別交付金、各保険者努力支援分192万6000円、特別交付金、各保特別調整交付金48万2000円があります。今後の方向性としましては、コロナの感染予防対策を行った上で、効果の高い訪問指導を行うことにより、医療費の適正化を図るため、市により実施していくこととしております。続きまして、185ページをお願いいたします。疾病予防事業でございます。この事業は、被保険者の疾病の予防と健康の保持増進を図るとともに、適正受診に対する意識を高めることで、医療費の適正化を図るものでございます。決算額は3143万2000円で、鍼灸マッサージ等助成金743万円、人間ドック、脳ドック助成金1010万円、医療費通知等郵便料471万円、共同電算処理業務委託739万5000円が主なものでございます。特定財源は検出金、特別交付金、各方特定検診等負担金191万6000円があります。扶養額1298万4000円は、人間ドックの受診者がコロナの影響により見込みより少なかったことによるものでございます。今後の方向性は現行通り市により実施としており、疾病の早期発見、早期治療に結びつく取り組みを行ってまいります。その下の表、特定健診事業をお願いいたします。この事業は心筋梗塞や脳血管疾患などのリスクとなるメタボリックシンドローム該当者およびその予備群を的確に抽出するために、被保険者の40歳から74歳までの方に対して特定健診を実施するものでございます。決算額は5655万3000円で、特定健診にかかる委託料5548万5000円が主なものでございます。特定財源は県支出金、特別交付金、各個特定健診等負担金で、事業費の3分の2にあたる2085万9000円、特別交付金、各個県繰入れ金581万6000円があります。扶養額の3121万4000円は、コロナの影響による受診控えで検診受診者が見込みを下回ったことによるものでございます。今後の方向性は現行通り市により実施としており、効果的な受診勧奨や医療機関と連携し、受診率向上に取り組んでまいります。またコロナの感染予防対策を十分に行い、安心して受診できる体制を作ってまいります。続きまして186ページをお願いいたします。特定保険指導事業でございます。この事業は特定健診の結果、特定保険指導対象者となった方へ、早期に生活習慣の改善の保険指導の介入を行い、人工透析等の疾病の発症および重症化を予防することを目的とした事業でございます。決算額は875万7000円で、特定保険指導委託料263万6000円、会計年度任用職員、保健師、管理栄養士、福
2人の報酬等476万9000円が主なものでございます。特定財源は県出資金、特別交付金、確保特定健診等負担金277万5000円があります。翌年度への繰越額170万1000円はコロナの影響で令和2年度の特定健診が4月から5月が休止となったため12月まで延期して実施となったことに伴い、特定健診受診後の特定保険指導についても延期となり、年度内の完了が困難になったため繰り越したものでございます。なお、これは令和2年12月定例会で承認をいただいているところでございます。扶養額の506万1000円はコロナの影響による受診控えが多く、特定健診の受診者が減少したことから、健診結果に基づき実施する特定保険指導についても対象者が減り、試着件数が予定より下回ったことによるものでございます。今後の方向性は現行通り市により実施としておりますが、メタボリックシンドローム該当者予備群の割合の減少を目指し、効果的な保険指導に向けた取り組みや様々な媒体を活用した健康情報の提供を行ってまいります。その下の繰上重要金事業をお願いいたします。この事業は令和元年度決算におきまして歳入が歳出に不足するに至ったため、令和2年度の予算から重要したものでございます。なお、これは令和2年5月15日付で専決処分を行い、6月定例会におきましてご承認をいただいたところでございます。決算額は5176万8000円でございます。扶養額の1523万2000円は令和元年度の累積赤字額が見込みより少なかったこと、まあ、すなわち最終的な税収が見込みを上回ったことによるものでございます。今後の方向性は累積赤字は令和2年度決算において解消されましたので完了終了としておりますが、今後もこの状況を継続できるよう財政健全化の取り組みを行ってまいります。以上で歳出の説明を終わります。次に歳入の主なものにつきまして、令和2年度八代市特別会計歳入歳出決算書によりご説明いたします。すみませんが決算書の16ページと17ページをお願いいたします。歳入の金額につきましては17ページの右から4列目の収入済額で申し上げます。なお1000円未満切り捨てで説明させていただきます。まず簡易国民健康保険税でございますが、収入済額は34億2448万8000円で、前年度に比べ125万3000円の減でございます。調停額に対する収入済額の割合であります徴収率は、現年度課税分は 94.12% で、前年度に比べ 0.54 ポイント上昇と6年連続上昇しております。滞納繰越分は 18.4% で、前年度に比べ 2.68 ポイント上昇しております。収入済額の右側の不納欠損額9214万4000円は、地方税法の規定による滞納処分の執行停止が3年間経過継続した時など納税義務が消滅してしまうものでございます。その右の欄の収入未済額8億767万4000円はいわゆる滞納額で、令和2年度中に徴収できず次年度に繰り越されて徴収の対象になるものでございます。なお前年度決算より5705万2000円の減、 6.6% の減となっております。なお内訳としまして、目1一般被保険者国民健康保険税、目2退職被保険者国民健康保険税と分かれておりますが、退職被保険者とは厚生年金などの加入者で、一定の要件を満たす方が国保の被保険者となった場合、その方が65歳になるまで
医療給付費を社会保険が負担するという制度でございます。なおこの退職者医療制度は平成26年度末で廃止となり、その後は経過措置が取られているものでございます。また目一一般被保険者国民健康保険税の節1から節3までは現年度課税分で、医療給付分課税、後期高齢者支援金分課税、介護納付金分課税からなっております。節4から節6までは滞納繰越分でございます。目2の退職者被保険者等国民健康保険税においても同様でございます。なお備考欄の還付未済額は保険税額の構成により還付通知を出しましたが、追悼閉鎖期間中までに受け取りがなされていないものでございます。18ページ19ページをお願いいたします。一つとしまして、菅さん国庫支出金、項1国庫補助金、目1社会保障、税番号制度システム整備費補助金、節1社会保障、税番号制度システム整備費補助金359万円は、マイナンバーカードの保険証利用に対応するためのオンライン資格確認等の導入に伴うシステムの改修を行った経費を国が全額補助したものでございます。また目2災害等臨時特例補助金、節1災害等臨時特例補助金1028万9000円は、新型コロナウイルス感染症により収入が減少された世帯に令和2年度の保険税減免を行った分の約3割と、令和2年7月豪雨により被害を受けた世帯に減免を行った分の約2割を国が補助したものでございます。その下の間4県支出金の収入済み額は117億7887万1000円でございます。項1県負担金補助金、目1保険給付費等交付金、節1普通交付金113億7786万4000円は、本市が行った保険給付費のうち出産育児一時金や総裁費などを除く保険給付費を県が交付するものでございます。次の節2特別交付金4億100万7000円は、医療費適正化の取り組みに成果を上げた保険者を評価し、成果に応じたインセンティブとして国から交付される保険者努力支援分や、市町村の特殊な事業事情による財政面の不均衡を調整するために交付される特別調整交付金などでございます。その下、看護繰入れ金の収入済み額は14億9254万7000円でございますが、そのほとんどが法定繰入れ金繰入れ分でございます。内訳は項1一般会計繰入れ金、目1一般会計繰入れ金、節1職員給与費等繰入れ金1億8790万円は、国保事業に要します人件費および事務費でございます。節2出産育児繰入れ金3114万3000円は、出産育児一時金の決算額の3分の2に相当するものでございます。節3保険基盤安定繰入れ金10億1601万9000円は、低所得者数に応じ保険料の一定割合を公費国県市で支援するとともに、低所得世帯の保険税軽減分を公費で支援するもので、国県の負担分を一般会計で受け入れて、市の負担分を加えて繰り入れたものでございます。節4財政安定支援事業繰入れ金2億5194万8000円は、被保険者数の保険税の負担能力が特に不足していること、すなわち加入者の所得が低いことや高齢者が特に多いことなど、地域の特性による国庫財政の負担の増加に対する支援分でございます。20ページ21ページをお願いいたします。節5その他一
般会計繰入金553万6000円は、本市が実施する子ども医療事業にかかる国庫負担金減額分を一般会計から繰り入れるものでございます。その下、看護諸収入の収入済み額は6232万4000円でございます。内訳は広域延滞金加算金及び過料、目一一般被保険者延滞金、節一一般被保険者延滞金1631万5000円は、保険税が納期限までに納入されない場合に本来の税額に加えて遅延した日数に応じた金額を納付していただくものでございます。項を一つ飛ばしまして、項3雑入の収入済み額は4600万9000円でございます。その内訳は目1一般被保険者第三者納付金、節1一般被保険者第三者納付金の収入済み額1231万2000円は、被保険者が交通事故など第三者行為の被害者となった場合に治療のため一時的に国庫を使用した分を過失割合等に応じて加害者に請求し徴収したものでございます。目3、一般被保険者返納金、節1、一般被保険者返納金の収入済み額231万円は、被保険者が社会保険に加入した後に国保の被保険者証を提示して医療機関を受診した場合などに後日本市の国保から給付した保険給付費を返納していただいたものでございます。続きまして22ページと23ページをお願いいたします。目6、国民健康保険診療報酬等返納金、節1、国民健康保険診療報酬等返納金3133万円は、令和2年3月に国保連の概算請求により支払いを行った令和2年2月診療分の診療報酬について、令和2年4月に額が確定し過大に支払った分の返還を受けたものでございます。以上が歳入の説明でございます。これで議案第18号令和2年度八千代市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての説明を終わらさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上の分について質疑を行います。質疑ありませんか。いくつかあるんです。はい、歳入のことなんですけども、すいません、ちょっと探します。まずはすみません、決算書の21ページ、保険者、延滞金の部分ですけども、結構すごい金額になってるんですが、これが追加分で徴収ということになるんですけど、これの、加算両立とですね、最大 の、 延滞されてる方の、期日どのくらい延滞されているかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、坂井農財課長。農財課の坂井と申します。よろしくお願いいたします。延滞金の率でございますが、令和3年1月1日からは延滞金の率は 8.8% となっております。最初の1ヶ月につきましては 2.5% となります。その以前、平成30年1月1日から、令和
2年12月末まででございますが、延滞金の率は 8.9%、最初の1ヶ月は 2.6% ということになっております。個別の延滞金の額につきましてはちょっと資料を持ってきておりませんので、後ほど、はいはい、用意したいと思います。よろしいですか。あ、はい、今の件については、はい、そうです。あと、すいません、ちょっと、場所が分からないのが分からなくなりましたけど、保険料、県からの保険の収入について、特別な行為があった場合に認定された分について特別に追加して給付される、交付されるというのがあったと思うんですけども、あ、すみません、保険者努力支援分ですね。それが実際どういうことをしたらこれがついてくるのかなというのを、ね、確認したいと思います。はい、西田国交連携課長。はい、保険者努力支援制度というのがありまして、医療費適正化の取り組みに成果を上げた保険者を、まあ、評価してですね、成果に応じたインセンティブであります国からの財政支援を行うという制度でございます。具体的には特定健診の受診率や特定保険指導率を向上させたり、ジェネリック医薬品の使用割合を向上させたり、あるいは保険税の収納率を向上させたといった指標がありましてですね、それぞれに評価をして支援を行うという制度でございます。ですか。はい、よくありませんか。よろしいですか。はい、先ほど小市に特定健診のあれは先ほどの今のあれに入っとったんですか。受診率によってからペナルティが課せられたり、ある程度加算されたり、恩恵があったりとか、今のとはその部分ですか。以前からとった特定健診の受診率よって、いろんな加算されたりペナルティがあったり、私もそれちょっと受診率のことで尋ねようかなと思ってるんですが、今の関連してたら合わせて答弁願いたいと思います。塚本医療給付課長。医療給付係の塚本と申します。今ご質問 の特定健診の受診率等が、保険者努力支援制度に関わっているかというような話なんですけれども、その部分についても評価指標として上がっておりまして、令和2年度からは悪いところにはマイナスということで、そういったのも始まっているということ で、ね、その中に入っているということになります。はい、橋本小一。今回のその社の分についてはどういう影響が出てるんですか。はい、塚本医療費給付係長。はい、今回がですね、令和2年度についてですけれども、まずですね、特定健診受診率だとか、特定保険指導率だとかというのをひとまとめにした指標というのがあるんですけれども、それが満点が190点満点中、約指導としては75点で、はい、ちなみにですけれども、県平均が 83.33 ということで、若干、県平均を下回っているという状況になります。橋本光一。点数は上がったんですが、例えば財源的に何か影響あるんですか。はい、塚本医療給付係長。この保険者努力支援制度については、総得点を、全国の市町村の総得点を、合計しまして、全体で、市町村分が500億ございますので、それを、得点に応じて安分をしていくというような形になりますので、得点が多ければ、その分、
加算する、まあ、割合としては増えてくると。特定が少なければ、こちらに入ってくる額は少なくなってくる、まあ、いずれにせよ総額がありますので、うん、あの点が上がったから確実に翌年というか、あの比べあ前年と比べて上がって定額しわけじゃん、あのポイントを一点いくらということではなくて、あの全市町村の、得点に応じて変わってきますので、昨年と比べて点数が上がったから交付額が上がるとかっていうのは、あの一概には言えないんですけれども、少なくともあの点数が上に行けば行くほど、全体としての割合も大きくなりますので、交付額としては多くなるという形にはなります。はい、よくありませんか。もう一つよろしいですか。はい、あの、まあ、今回その国王の黒字化したっていうのは非常にあの喜ばしいことと思うんですが、あのこれまで冬場のインフルエンザっていうのが非常にあの土壇場で赤字になったり微妙な影響が、まあ、いろんな自治体でもあっとったと思うんですが、まあ、今回についてはそのコロナに対してその受診控えっていうのが非常にプラスの方に働いたということにつながっているという今説明だったんですが、裏を返せば結局あのコロナ以外の結局なんて言いますか、重症化する患者さん、例えばがんが早期発見が遅れて慢性化したり、やっぱそういう反面その悪い方の影響っていうのは掴んでおられないんでしょうか。はい、井本推進健康推進課長。あの数字的なものは、うん、あのちょっと掴んでおりません。ただ個別にですね、あの、まあ、がん検診が受診率が下がったですね、低かったんですけども、うん、特定検診も一緒ですけど、まあ、そこであの受診控えを控えられた方が例えば今年受けられて、あの、まあ、重症化した、まあ、疾患が見つかった、例えば糖尿病が悪化して見つかったりとか、うん、あと例えばがんが見つかってもうちょっと早く見つければよかった、反対に、まあ、見つかってよかったという方もいらっしゃいますけど、ちょっとがんが、まあ、ステージがあの進行して見つかったという方もいらっしゃいます。すいません、個別 の, あの相談があった事例では分かりますけど、全体的なすいません集計な数字はちょっとあの集計の数字は分かりません。よろしいですか。はい、他は何か。はい、小川委員。はい、黒字に3年ぶりですかね、なったということ、5年ぶりか、すみません、で7億あった赤字も解消したという話ですけども、赤字負担分ということで、加算が、3000だったですかね、なんかあったような認識があるんですけど、私自身、この部分について、まあ、3000の部分をですね、まあ、少なくとも減額という方針を出してもいいんじゃないかなというような思いを持ってるんですけど、保険料についてどのような見解をお持ちなのかということを、じゃあ保険税率ですねについてお聞かせいただければと思います。はい、西田国庫年金課長。はい、委員のご質問の保険税率を引き下げてもいいのではないかということでございますが、あの本市の国庫読解では確かに平成27年度に累積赤字が、多額の累積赤字が、生じまして、それを解消するためにですね、平成30年度に保険税率の改正を行ったところでございます。まあ、その効果がありまして、税収の方を安定的に確保できておりまして、まあ、赤字解消となったわけでございますが、ただまあ、状況を考えますと1人当たりの医療費というのが、まあ、増加傾向にあるということでございまして、まあ、これは保険者の高齢化とかですね、医療技術の高度化などがありましてですね、どうしても増加をし続けているという状況があります。またコロナがですね、医療費や個人の所得にどのような影響を及ぼすのかですね、不透明な部分が、多くございまして、まあ、2、3年後の収支の見通しが立ちにくいという状況でございます。国庫としましてもですね、疾病の予防事業とかですね、医療費適正化事業を行いまして、医療費の増加抑制には取り組んでおりますが、まあ、このままですね、1人当たりの医療費の増加が止まらずにですね、このまま続いていきますと、結果的に医療費に見合う税収が必要となりますので、まあ、その場合は保険税率を上げないといけないという
ことも考え可能性もありますのでですね、もうしばらくは様子を見たいと考えております。ですか。聞いてみます。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、同じか、はい、橋本徳次郎院、特定健診の事業で、まあ、下の方に実施率、受診率がずっと書いてありますけども、まあ、コロナ新型コロナ感染症によりというふうには書いてありますが、もしかすると他の、検診制度を使ったりとかいうこともあり得るかなというふうに思うんですが、その全体的なその他の検診も使ったりとか、全市民のその他の検診を受診している数だとか、そういったものは掴んでらっしゃるかと、まあ、もし持ってらっしゃるんだったら、その数、受診率、検診の率なんかも教えていただきたいんですが。はい、榎本健康推進課長。すいません、特定健診の、以外の受診ということですけれども、国保で、実施しております特定健診が、まあ、国保市が実施しております特定健診といいますのは、40歳から74歳までの国保の被保険者のみになりますので、それ以外の、まあ、実態というのは市の方では掴んではおりません。ただ、まあ、国保の被保険者の方、特定健診は今、まあ、受診率が今年、2年度は低くて 25% ぐらいなんですけども、まあ、それ以外で例えば職場で、まあ、検診を受けられる方でしたりとか、あと自費で、まあ、人間ドックを受けられる方とかいらっしゃると思います。そちらの方はなるべく情報提供をいただけるように周知をしております。で、まあ、情報提供がありましたら市の特定健診の、まあ、一件としてカウントもできますので、もうそういったところを積み重ねて周知をですね、丁寧にしていきたいと思ってます。以上です。はい、よろしいですか。はい、他ありませんか。よし。はい、なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ありませんか。はい、はい、オフライン。はい、先ほど言いました保険税率の関係ですけども、健全でですね、持続可能な財政運営を行っていくということは基本中の基本であろうというふうにも思っておりますし、部長の総括からも述べられたので、数々そのような引き下げということについてはですね、慎重な答弁があるのかなというふうには思ってたんですけども、これやはりここまで黒字に持ってこれたというと、国保加入者の市民の努力の賜物ですよね。で、こういった状況になったということをまずもって市民の皆さんにはしっかりと説明をしていただきたいというふうに思います。で、市の方がどういう先々のことを考えて、まだその税率については慎重姿勢であるのかというところも含めて、説明を果たしていただければというふうに思います。で、私個人としては税率コンマ001とか002でもですね、ほんのわずかな部分でも下げていただいて、これまで努力してきた加入者にですね、なんて言いますかね、ご褒美って言いますか、その努力の、なんて言いますか、褒美的なところをですね、出してもいいのかなというふうな思いを持っておりますけれども、その点も下げるところも、まあ、視野に少し入れていただきながら、今後の財政運営といいますか、国保の運営をですね、行っていただければと。いうふうに思うところを意見として述べさせていただきたいと思います。はい、他の先か。はい、橋本光一。私は合併時ですね、コロナの国保医療で非常にまあ、議論されて、今日関西もおいでですが、江崎関西も非常に当時のこと分かっていると思うんですが、やはり3億の黒字って言っても、これはもう一つなんか大きなこの話題が来れば一気に赤字転落するって、やっぱそういう非常にまだその危機的状況にあるというのは私は変わりないと思うんですね。まあ、これから見ていますと、予防医療、これはいかにやっぱり皆さんに周知してできるだけ医療費を安くしていくかって、これが達成してからしっかりしたその国保の体制が確立できるんじゃないかなと思っています。
確かにその3000円下げるのは安いかもしれんけど、しかしやっぱり全体のこの国庫のこれからの将来を考えれば、しっかりした予防医療の確立されたその後での対応がこれは末永い安定というのにつながると思うので、そこをよろしくお願いしたいと思います。わかりませんか。吉本徳一郎委員。はい、国交全体の黒字化についてはですね、地方議員と委員と同じように、まあ、できればですね、少しでもということと、まあ、実際今までのその3000円というのがその累積赤字の解消分という名目で追加徴収しているというのがありますので、改めてそれを算出し直して将来の予測にも合わせたというのを実践するべきではないかというふうに思います。まあ、合わせてその先ほどあった、努力支援分というのがありますけども、その中に徴収保険税の徴収分とかもありますけども、まあ、実際支払い困難な方もかなりおられますので、その分の対応ですね、相談になった場合はもうちょっと誠実に対応していただいて、まあ、延滞金もかなりの利率にもなってますし、その辺の部分も、対応しっかりしていただきたいと思います。以上です。はい、わかりませんか。はい、なければこれより採決いたします。議案第118号、令和2年度安らしい国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、これを認定するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員認め、法案は認定することに決しました。執行部入れ替わりのため紹介します。はい、それでは、本会に戻します。次に議案第119号、令和2年度安らしい後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について健康福祉部から説明願います。はい、西田国民国保年金課長。国保年金課の西田でございます。続きよろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。それでは議案第119号、令和2年度八代市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。歳入につきましては、令和2年度八代市特別会計歳入歳出決算と、歳出につきましては令和2年度における主要な施策の成果に関する調書及び土地開発基金の運用状況に関する調書その2にて ご説明いたします。それでは調書その2の187ページをお願いいたします。まずは後期高齢者医療特別会計の令和2年度決算の概略について簡単に説明させていただきます。まず表の右側、歳出の主なものをご説明いたします。第1巻総務費の決算額6641万6000円は、広域連合への派遣職員2人を含む職員の人件費や事務費でございます。その下の括弧に徴収費754万4000円は、保険料の徴収業務に要する経費でございます。第2巻後期高齢者医療広域連合納付金18億1905万6000円は、本市から熊本県後期高齢者広域連合へ納付するお金で歳出の 95% を占めております。内訳といたしまして、括弧1被保険者保険料納付金12億9082万円は、被保険者から徴収した保険料を広域連合へ納付するものでございます。その下、括弧に保険基盤安定分担金5億2823万6000円は、保険料を軽減することにより生じる財源不足を公費で補うもので、一般会計で繰り入れた県費負担分に市負担分を合わせて本特会会計を経由して広域連合へ納付するものでございます。第3巻保険事業費2701万2000円は、後期高齢者の検診及び歯科口腔検診の委託料や針灸等施設利用助成券などの健康保持増進事業に要する経費でございます。続きまして、表の左、歳入をお願いいたします。第1巻後期高齢者保険料の決算額
12億9268万1000円は被保険者から負担していただいている保険料で歳入の 66% を占めております。2つ飛ばしまして、第4回繰入金5億9942万円は括弧1後期高齢者医療の事業に要します人件費及び事務費分7118万3000円や括弧2保険基盤安定繰入金5億2823万7000円は歳出の基盤安定負担金と同額で保険料軽減分を県市の公費で補填する分を一般会計から繰り入れるもので法定繰り入れ分でございます。次の第5巻繰越金3362万4000円は出納整理期間中に収納した令和元年度の保険料で令和元年度の実質収支額となりますが令和2年度に広域連合へ支出しております。この表左の歳入の合計の決算額括弧 A は19億4940万7000円で右の歳出の合計の決算額括弧 B は19億1359万9000円でございます。その下にあります歳入歳出差引額括弧 A 引く括弧 B は3580万8000円でございます。なお一番下の欄の実質収支額は令和2年度の単年度収支でございまして同額でございます。この実質収支額分は出納整理期間中に収納した令和2年度分の保険料収納分でございまして令和3年度に広域連合に支払いを終えたところでございます。それでは歳出の主な事業について個別にご説明させていただきます。188ページをお願いいたします。被保険者保険料納付金事業でございます。この事業は被保険者から徴収した保険料を広域連合に納付するものでございます。決算額は12億9082万円で特別徴収分8億6412万7000円普通徴収分3億8645万7000円令和元年度出納整理期間収納分3362万4000円が主なものでございます。今後の方向性でございますがこの事業は法令に基づく義務的な事業であるため現行通り市による実施といたしております。次に下の表健康保持増進事業でございます。この事業は被保険者に年15回を上限に1回あたり1000円を助成する仮給等施設利用券の交付と広域連合からの委託事業である高齢者健診歯科口腔健診と広域連合の補助金を活用した保健師等の個別訪問による健康相談を行うものでございます。決算額2701万2000円は仮給等施設利用助成が655万9000円低栄養の状態や生活習慣病がある方など健康相談を必要とする後期高齢者医療被保険者の方へ訪問指導を行う会計年度任用職員であります管理栄養士の報酬等にかかる経費が207万8000円高齢者健診の業務委託にかかる1794万2000円が主なものでございます。今後の方向性としましては現行通り市による実施とし高齢者の疾病の重症化予防のために検診データを活用した重症化対策を強化してまいります。以上で歳出の説明を終わります。次に歳入の主なものについて令和2年度八代市特別会計歳入歳出決算書によりご説明いたします。決算書の44ページと45ページをお願いいたします。歳入の金額につきましては45ページの右から4列目の収入済み額で申し上げます。なお1000円未満切り捨てで説明させていただきます。まず簡一後期高齢者医療保険料の収入済み額は12億9268万1000円で前年度に比べ 9.74% の増1億1471万8000円の増でございます。
徴定額に対する収入済み額の割合であります徴収率は現年度課税分で 99.46% と前年度に比べ 0.16 ポイント上昇しております。滞納繰越分は 50.59% で前年度に比べ 8.74 ポイント上昇しております。収入済み額の右側の不納欠損額60万4000円は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき不納欠損処分されているものでございます。その右の欄の収入未済額1249万2000円はいわゆる滞納額で令和2年度中に徴収できず次年度に繰り越されて徴収の対象になるもので前年度決算より1万1000円の増となっております。内訳の公一後期高齢者医療保険料、目一特別徴収保険料、節一現年度分の収入済み額8億6426万5000円は年金からの転引きにより収納したものでございます。また目二普通徴収保険料4億2841万6000円は納付書や口座振替により収納したもので節一現年度分4億2212万1000円、滞納繰越分、629万5000円でございます。次に一つ飛ばしまして菅さん広域連合支出金広域広域連合補助金目一保険事業補助金節一健康保持増進事業費補助金の収納額208万7000円は訪問指導にかかる経費を広域連合が補助を行う分でございます。続きまして菅4繰入れ金広域一般会計繰入れ金の収入済み額は5億9941万9000円でございます。内訳は目1事務費繰入れ金節1事務費繰入れ金7118万2000円は人件費や各業務に必要な事務費経費分を一般会計から繰り入れたものでございます。また目に保険基盤安定繰り入れ金節一保険基盤安定繰り入れ金5億2823万6000円は保険料軽減分を公費で補填するための保険基盤安定分担金の財源として県が4分の3、市が4分の1を負担することになっておりますが県の負担分を一般会計で繰り受け入れて市の負担分を合わせたものをこの特別会計へ繰り入れたものでございます。次に看護繰越金の収入済み額は3362万4000円でございます。この繰越金は令和2年4月から5月の出納整理期間中に収納した令和元年度の保険料で保険料納付金として広域連合に支出いたしております。その下、官禄所収入の収入済み額は2130万7000円でございます。その主な内訳でございますが、46ページ、47ページをお願いいたします。項4、受託事業収入、目1、後期高齢者医療広域連合受託事業収入、節1、健診事業収入の収入済み額1986万9000円は本市で実施しました高齢者健診にかかる費用を広域連合が負担したものでございます。以上が歳入の説明でございます。最後に主な流用額についてご説明いたします。歳出の49ページをお願いいたします。管一総務費広一総務管理費目1、一般管理費、節2、給料から、節3、職員手当へ7万1000円の流用を行っております。これは職員手当のうち、児童手当が不足したことから流用を行ったものでございます。その下、項2、徴収費、目1、徴収費、節10、授業費から、節26、降格費へ5000円の流用を行っております。これは公用車の自動車重量税が不足したことから流用を行ったものでございます。これで議案第119号令和2年度八代市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。
ないですか。はい、それでは、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なし。はい。なければこれより採決いたします。議案第119号令和2年度安土市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてはこれを認定するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め本案は認定することに決しました。執行部入れ替わりのため紹介します。20号令和2年度安代市介護保険特別会計歳入歳出決算について健康福祉部から説明を願います。はい、はい、西本長寿支援課長。はい、こんにちは。長寿支援課の石本と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。それでは説明いたします。議案第120号令和2年度八代市介護保険特別会計歳入歳出決算についてつきましては令和2年度主要な施策の成果に関する調書および土地開発基金の運用状況に関する調書その2と八代市特別会計歳入歳出決算書を用いて説明いたしますのでよろしくお願いいたします。まず主要な施策の成果に関する調書および土地開発基金の運用状況に関する調書その2の189ページをお願いいたします。介護保険特別会計の全体像について簡単にご説明します。歳出は表の右側の通り科目の1総務費2保険給付費3地域支援事業費などに分かれています。このうち第1巻総務費の決算額3億4325万3000円は職員32人分の人件費および事務費、介護保険料の付加徴収経費、介護認定の審査や調査にかかる経費などでございます。第2巻保険給付費の決算額135億195万1000円はいわゆる介護保険サービスにかかる自己負担部分を除いた保険給付の総額でございます。第3巻地域支援事業費の決算額4億5490万8000円は市町村が実施する介護予防日常生活支援総合事業や地域包括支援センターの委託料などが主なものでございます。第4巻基金積立金は介護給付費準備基金の定期預金利子及び第6期介護保険事業計画の期間において生じた繰越額を介護給付費準備基金に積み立てたものでございます。第5巻諸支出金は令和元年度に概算交付を受けた国権支出金及び支払い基金交付金の清算に伴う返還金が主なものでございます。表の左側は歳入になります。介護保険制度では人件費や一般的な事務費などは全額を一般会計繰入金で対応しそれ以外の介護保険事業については基本的に2分の1を保険料で2分の1を公費で負担します。保険料負担に占める65歳以上の第1号被保険者の保険料の割合は 23%40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料の割合は 27% となっております。公費につきましては事業ごとに割合が決められておりますが大まかに申し上げますと国が 25%
県が 12.5%、 市の負担が 12.5% となります。このうち市の負担分は一般会計繰入れ金でございます。令和2年度の介護保険特別会計の決算額につきましては、表の下の合計にありますように、歳入総額159億6433万1000円、歳出総額151億2313万6000円となっており、歳入歳出差引額実質収支額ともに8億4119万5000円でございます。なおこの中には令和2年度に概算交付され、生産に伴い今年度令和3年度に返還しなければならない国県支出金が4562万3000円含まれておりますので、次年度への実質的な繰越金は7億9557万2000円となる見込みでございます。それでは歳出の主な事業について説明させていただきます。192ページをお願いいたします。まず下の表の介護保険認定調査事業でございます。この事業は要介護認定申請者の要介護度を決定するために、認定調査員による訪問調査および主治医に対して意見書の作成依頼を行うもので、調査員の人件費、主治医意見書作成料が主なものでございます。決算額は8950万6000円で、扶養額の1943万8000円につきましては、新型コロナウイルス感染症にかかる臨時的な措置として認定有効期間を延長する対応を行ったことにより、主治医意見書の作成依頼件数が減少したことによる影響が主な理由でございます。今後の方向性は市による実施としており、今後も高齢化の進行から要介護認定申請件数の増加が見込まれることから、民間への調査委託の拡大など申請件数の増加等に柔軟に対応できる体制を整え、利用者が円滑にサービスを利用できるようにしたいと考えております。次の193ページをお願いいたします。上の表の居宅介護サービス給付事業でございます。この事業は要介護認定1から5の方がその居宅において日常生活上必要な介護を受ける訪問サービスや、自宅から事業所等に通い機能訓練等を受ける通所サービス等のサービスを受けたときに事業者へ給付するものでございます。決算額は55億9573万1000円で、扶養額の1266万9000円につきましては、給付額は昨年度の実績を上回りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による通所サービスにおける利用控えやサービス事業所の休業などにより、サービスの利用が当初の見込みを下回ったことが主な理由でございます。今後の方向性としては市による実施としており、今後も法令に基づき適切な制度運営に努めてまいります。次に下の表の施設介護サービス給付事業でございます。この事業は要介護認定1から5の方が特別養護老人ホームや老人保健施設、介護医療院などの介護保健施設に入所し、サービスを受けたときに事業者へ給付するものでございます。決算額は37億6298万1000円で、給付額は昨年度の実績を上回っております。その要因として老人保健施設と介護医療院のサービスの利用者が増加したことが主な理由でございます。今後の方向性としては市による実施としており、
今後も法令に基づき適切な制度運営に努めてまいります。次の194ページをお願いいたします。上の表、居宅介護サービス計画給付事業でございます。この事業は要介護認定1から5の方が居宅において介護保険サービスを利用する場合に介護支援専門員ケアマネージャーでございますけれどもが作成した介護サービス計画ケアプランに基づくサービスの利用があった場合にプラン作成料の全額を居宅介護支援事業者へ給付するものでございます。決算額は6億4344万4000円で扶養額の1766万4000円につきましては給付額は昨年度の実績を下回っており新型コロナウイルス感染症の影響による利用控えなどにより通所サービス短期入所サービスにおいて利用者数が減少したことが主な理由でございます。今後の方向性としては市による実施としており今後も法令に基づき適切な制度運営に努めてまいります。次に下の表の地域密着型サービス給付事業でございます。この事業は地域密着型サービスの利用があった場合に事業者へ給付するものでございます。この地域密着型サービスとは事業所が所在する市町村に居住する者が利用できるサービスで市町村が事業者の指定及び指導監督の権限を持ちます。サービスの種類といたしましては定員が29人以下の特別養護老人ホームや認知症対応型のデイサービスやグループホーム訪問、通所、泊まりの多機能を有する小規模多機能型居宅介護などがございます。決算額は23億8964万6000円で扶養額の1264万6000円につきましては認知症対応型のデイサービスやグループホームの受給者数の増加により給付額は昨年度の実績を上回っておりますが当初の見込みよりは利用が下回ったことが主な理由でございます。今後の方向性としては市による実施としており今後も法令に基づき適切な先導運営に努めてまいります。次に195ページをご覧ください。上の表、介護予防サービス給付事業でございます。この事業は要支援認定1、2の方が自立した生活ができるようにするための通所リハビリテーションや福祉用具貸与などの介護予防サービスを利用した場合事業者へ給付するものでございます。決算額は2億2067万2000円で給付額は昨年度の実績を下回っており特に通所リハビリテーションにおいて新型コロナウイルス感染症の影響による利用控えなどによりサービス利用が減少したことが主な理由でございます。今後の方向性としては市による実施としており今後も法令に基づき適切な制度運営に努めてまいります。下の表の高額介護サービス給付事業でございます。この事業は要介護認定1から5の方の介護サービス利用にかかる自己負担額が世帯の課税状況等に応じた一月の自己負担額の限度額を超えた分を利用者に給付するものでございます。決算額は3億33万5千円で給付額は昨年度の実績を上回っており先ほど説明いたしました居宅介護サービス給付事業施設介護サービス給付事業の給付額が昨年度よりも増加したことが主な理由でございます。今後の方向性としては市による実施としており今後も法令に基づき適切な制度運営に努めてまいります。
次に196ページをご覧ください。上の表の特定入所者介護サービス給付事業でございます。この事業は介護保険施設を利用した場合の食費とお部屋代にあたる居住費にかかる給付でございます。通常食費と居住費は保険対象外となり全額自己負担となりますが、低所得者については負担軽減のための上限が設けられており、その差額を施設に保険給付するものでございます。決算額は4億7766万8000円で、扶養額の24671000円につきましては、特別養護老人ホーム老人保健施設入所者の軽減対象者の減少及び新型コロナウイルス感染症の影響による利用控えなどにより短期入所サービスにおいて利用者数が減少したことなどが主な理由でございます。今後の方向性としては市による実施としており、今後も法令に基づき適切な制度運営に努めてまいります。下の表の通所型サービス事業でございます。この事業は地域支援事業の介護予防日常生活総合事業のサービスの一つで、要支援者の方を対象に介護予防を目的として自宅から施設に通い、入浴、排泄、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うものでございます。なおこの介護予防日常生活支援総合事業は介護保険法の改正により本市では平成28年度から事業を実施しておりますが、令和元年度からが旧制度から新制度への完全移行した年となっております。決算額は2億60万9000円で、扶養額の3216万6000円は旧制度からの完全移行に伴い令和元年度令和2年度と増加していくと見込んでいましたサービスの利用者が想定以上に伸びていないこと、また新型コロナウイルス感染症の影響による利用控えなどもあり、サービスの利用が当初の見込みを下回ったことが主な理由でございます。今後の方向性としては市による実施としており、今後は現在の課題等を整理し利用者のニーズに沿った事業となるよう見直しを行い、介護予防に向けた効果的かつ効率的な取り組みを行ってまいりたいと考えております。次に197ページをご覧ください。上の表地域包括支援センター運営委託事業でございます。この事業は介護保険法に設置が義務付けられている地域包括支援センターにつきまして、本市は6つの県域に分けてその運営を社会福祉法人等に委託しております。決算額は1億3554万6000円で、委託料が主なものでございまして、1法人あたりの委託料は2225万6000円でございます。なおこの他にも坂本泉地区には山間地域での身近な相談窓口として安心相談センターを2カ所設置し、2つの社会福祉法人に運営を委託しております。今後の方向性としましては市による実施としており、高齢化に伴う要介護要支援者の増加が見込まれることから、今後も地域包括支援センターの専門職員等が十分な活動を行えるような体制を強化していきたいと考えております。歳出のご説明は以上でございます。次に歳入の主なものにつきまして、令和2年度八代市特別会計歳入歳出決算書でご説明いたします。決算書の62、63ページをお願いいたします。
半1保険料、項1介護保険料、目1第1号被保険者保険料の収入済額は28億8880万7000円です。節1現年度分特別徴収保険料の26億5694万7000円は年金からの転引きにより納付されたものです。第2節現年度分普通徴収保険料の2億1762万7000円は納付書や口座振替で納付されたもので、普通徴収保険料の収納率は 90.2%、 収納未済額は2363万1000円でございます。なお特別徴収と普通徴収を合わせた現年度分の収納率は 99.2% となっており、前年度比で 0.2 ポイント上昇となっております。次に節3滞納繰越分保険料では、介護保険法第200条に基づく不納欠損を行っており、不納欠損額1974万5000円となっております。2つ飛びまして、間4支払い基金交付金37億1135万8000円は社会保険診療報酬支払い基金を通じて交付される第2号被保険者、すなわち40歳から65歳未満の方の保険料に相当するものでございます。次に間5国庫支出金、項1国庫負担金、目1介護給付費負担金24億9952万3000円は介護給付費に対する国の負担分で、負担割合は施設分が 15%、 居宅などのその他の介護分が 20% でございます。項2国庫補助金、目1調整交付金10億9111万7000円は75歳以上の後期高齢者割合や65歳以上高齢者の所得状況など市町村間の格差による介護保険財政の不均衡を是正するために交付されるものでございます。64、65ページをお願いいたします。半6県支出金、項1県負担金、目1介護給付費負担金の節1現年度分19億2138万4000円は介護給付費に対する都道府県分の負担分で、負担割合は施設分が 17.5%、 居宅などその他の介護分が 12.5% でございます。66、67ページをお願いいたします。間8繰入れ金、項1一般会計繰入れ金、目1一般会計繰入れ金23億2535万9000円は一般会計からの法定内繰入れ金でございます。繰入れ金の主な内訳をご説明いたしますと、節1介護給付費繰入れ金16億8667万9000円は介護保険法に基づく市町村の負担分のうち介護保険給付費に対するもので、負担割合は 12.5% でございます。節4低所得者保険料軽減繰入れ金2億3208万7000円は消費税引上げに伴う第1号被保険者保険料の低所得者軽減強化により減収となった第1号保険料相当分に対する繰入れ金でございます。節5その他一般会計繰入れ金3億3796万2000円は備考欄にありますように事務費分と人件費分の全額を繰入れるものでございます。間9繰越金12億
7,707,6,000円は令和元年度からの繰越資金でございます。次の間10所収入には収入未細額11,169,000円がございます。内容は備考欄の下の方収入未細内訳で収入未細額内訳で主なものとして介護報酬返還金1,139,000円、同じく介護報酬返還金可燃度分5,607,000円と加算金4,600,000円、加算金可燃度分2,320,000円などがございます。これは介護保険の事業者が国の運営基準等に基づかない事業を行うなど介護報酬を不正に受領したため市が返還請求しているもので未返還額とその加算金になります。最後に流用額につきまして説明いたします。決算書73ページをお願いいたします。備考欄の10行目でございます。間2保険給付費、項1保険給付費、目5高額医療合算介護サービス費、節18負担金補助金及び交付金から同間項の、すいません、項の、あ、すいません、同間項1目3介護さ高額介護サービス費、節18負担金及び交付金へ1,541,700円流用を行っております。これは介護サービス利用にかかる自己負担額が世帯の課税状況等に応じた一月の自己負担額の限度額を超えた分を利用者に給付する高額介護サービス給付事業を行っておりますが、この事業におきまして給付額が当初の見込み額を上回ったことから高額医療合算介護サービス給付事業より流用をしたものでございます。以上で議案第120号、令和2年度八代市介護保険特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、要の部分について質疑を行います。次いませんか。はい、翔太徳一郎委員。はい、高額介護サービス給付事業ですね、まあ、方々の対象人数と検討点がどのくらいなのか、まあ、最高額がいくらというのはちょっと話題は教えていただきたいんですが、元長寿支援課長。申し訳ありません。ただいま委員のご質問についてですけれども、件数と、情報と本日持ち合わせてきておりません。大変申し訳ございません。わかりました。じゃあご理解いいですか。はい。はい。他はありませんか。はい。中山。はい、先ほどの、69ページの介護報酬返還金に関しまして、どういった事例でこう返還にされるですかね。はい。はい。はい。以上。長寿支援課長。はい。失礼いたしました。ただいまの委員の質問にお答えいたします。介護事業所が行った不正請求ということでございまして、例えばでありますと、実際、サービスを提供していないにもかかわらず、書類帳簿等を架空のものをお作りになられて、介護給付費を不正に受給されると、給付を受けられるというような案件に対する返還額というようなところでございます。この返還金が発生した場合におきましては法におきまして
加算金を課すことができるということになっておりまして、返還金と合わせて加算金の請求をしているというようなものでございます。以上お答えといたします。はい、他はありませんか。はい、それではなければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。なし、ありませんか。はい、なければこれより採決いたします。議案第120号、令和2年度安土市介護保険特別会計歳入歳出決算については、これを承認し認定するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め、本案は認定することに決しました。執行部入れ替えのため紹介します。安代市診療所特別会計歳入歳出決算について健康福祉部から説明願います。はい、以上。はい、野田理事兼健康福祉政策課長。はい、改めましてこんにちは。健康福祉政策課の野田でございます。よろしくお願いいたします。失礼して着題で説明させていただきます。はい、説明に入ります前にですね、資料の訂正をちょっとお願いしたいと思います。令和2年度における主要な施策の成果に関する調書のその2の206ページをお願いいたします。206ページをお願いします。上段の方の診療所一般管理事業の中段にあります主要な施策の概要の中の通常運というところの6行目になるんですけども、委託料発行してレセプト点検、下田家泉歯科診療所兼任管理ほかの金額が2,163万2,000円となっております。こちらの方を2,136万2,000円に修正をお願いしたいと思います。大変申し訳ありません。21632のところを21362の訂正をお願いしたいと思います。はい、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。それでは議案第124号、令和2年度八代市診療所特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。診療所特別会計につきましては、泉地域の五箇所地区にございます椎原診療所、下田地区にございます下田診療所、および柿迫地区にございます泉歯科診療所の3つの僻地診療所の運営管理にかかる事業になっております。それではまず決算状況についてご説明いたします。令和2年度における主要な施策の成果に関する調書その2の205ページをお願いいたします。205ページになります。表の下の方の合計欄をご覧ください。まず右側の歳出でございますが、予算額7,496万1,000円に対しまして、決算額は7,059万4,000円になっております。なっており、予算に対する執行率は 94.2% となっております。次に左側の歳入でございますが、診療所特別会計は歳出から事業収入や補助金収入などの歳入で不足する額を一般会計からの繰入金で補っておりますので、予算額決算額ともに歳出と同額で、歳入歳出差引額も0円となります。なお翌年度へ繰り越しするべき財源はございませんので、実質収支額も0円というふうになっております。次に内容についての説明をさせていただきますが、歳入につきましては、八代市特別会計歳入歳出決算書にて、歳出につきましては令和2年度における主要な施策の成果に関する調書その2でそれぞれご説明いたします。まず歳出からご説明いたします。調書の206ページをお願いいたします。上段の一般診療所一般管理事業につきましては、3つの駅地診療所を運営する事業で、決算額は3,588万円でございます。支出の主なものは、椎原診療所の臨時職員の看護師2名、患者送迎車運転手1名および受付事務員1名にかかる賃金722万5,000円、事業費としまして消耗品費、燃料費、光熱費等で147万3,000円、レセプト点検および請求事務を行います医療事務業務委託および下田診療所歯科診療所の兼任管理委託経費2,136万2,000円、その他新型コロナウイルス感染症対策分としてアルコール消毒液等の消耗品費219,000円などがございます。今後の方向性としましては、椎原診療所が来年度以降県からの医師派遣が困難であることから、民間医療機関からの医師派遣になり、
診療日数の減が見込まれることから、市による実施、規模縮小としております。今後も地域住民に適切な医療を提供するため、必要な医療機器の更新を適宜進めてまいります。次に、下段の診療所医療事業は、診療に際して症状、原因等の的確な把握のために行う血液検査の検査機関への委託や、治療に使用する医薬品、医薬材料の購入、および技師の製作、加工等の委託を行う事業で、決算額は1691万7000円でございます。その主なものは、医薬品の購入費1570万5000円、医薬材料費の購入費74万6000円でございます。今後の方向性としましては、現行通り市による実施を続けるとし、今後も適切な検査や医薬品等が提供できる体制を確保してまいります。以上で歳出の説明を終わります。続きまして、歳入のご説明をいたします。歳入につきましては、決算書でご説明します。決算書の138、139ページをお願いします。138、139になります。139ページの中ほどの収入済み額欄をご覧ください。間一診療所事業収入、項一診療収入、目一保険収入、節一保険診療報酬は2281万7000円でございます。これは各診療所で行いました保険診療に対して支払われる診療報酬でございます。目二節一一部負担金収入423万6000円は受診者が窓口で支払う自己負担金でございます。間に使用料及び手数料、項一使用料、目一節一診療所使用料13万5000円は下岳診療所の医師住宅の使用料等でございます。項二手数料、目一節一診療所手数料117万6000円は予防接種手数料や診断書意見書の作成料などでございます。間三県員支出金、項一県補助金、目一駅地診療所県補助金、節一駅地診療所運営費補助金1100万7000円が3つの駅地診療所の補助率3分の2の運営費補助金でございます。節に駅地患者輸送車運行支援事業補助金38万2000円はシーバル診療所の患者送迎の経費に対する補助率2分の1の補助金でございます。節3新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業費補助金20万円は新型コロナ感染症の院内での感染拡大を防ぐための取り組みを行う医療機関に対し感染拡大防止対策等に要する費用に対する補助率10分の10の補助金でございます。140、141ページをお願いします。141ページの中ほどの収入済み額をご覧ください。間4繰入金、項1、目1、節1、一般会計繰入金3049万1000円は一般会計からの財源補填のための繰入金でございます。間6、諸収入、項1、目1、雑入、節1、売上収入1万4000円はシーバル診療所に設置しております太陽光発電の余剰電気の売上収入でございます。節2、雑入13万3000円の主なものは地域医療等振興自治宝くじの収益金を財源とし、シーバル診療所の医師が研修等を受けるために要する旅費等に対する地域社会振興財団からの長寿社会づくりソフト支援事業費交付金10万9000円でございます。以上、収入済み額の合計は7059万3000円でございます。以上で令和2年度八代市診療所特別会計歳入歳出決算についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、以上の部分について質疑を行います。質疑いませんか。はい、橋本富一郎院。はい、206ページの方にですね、人件費と看護師とありますけども、こちらの職員は、まあ、毎日、こちらで勤務するというか、まあ、相談事業なのになんなり、そういうな、管理なんかに、患者の健康管理なんかもしたりとかするような体制での雇用でしょうか。はい、委員長。はい、野田健康福祉政策課長。今年度につきましては、週4日の診療を最低としておりまして、その4日間全員分、医師も、看護師さんも、
2名、運転手1名、受付事務一員も勤務されるということになっております。はい、橋本徳次郎委員。その診療以外の時に何かあった時の対応というのはどんなになるんですか。例えば、野田健康福祉政策課長。先ほど言いましたように診療達成週4日なんですけども、例えば金曜日あたりに医師が研修に行かれるという時にはもう診療所で待機されてですね、いろんな電話で対応を相談を受けられるという体制になっております。橋本徳一郎委員。診察日っていうのは確かに週4日、それ以外の休診の時に何か休館急変したとか、そういうふうなものの対応はどういうふうに。泉健康福祉地域事務所長。休館等につきましては、基本的に、金曜日でしたらその時診療所におります看護師がその研修に行っております医師に連絡して指示を仰ぐ時と、もうその時点でちょっともう指示を仰いでる場合じゃないっていう時には救急搬送なりドクターヘリを呼ぶなりしてくださいっていうような指示を看護師の方が指示家族の方にはお話しすることになっております。以上です。はい、橋本徳一郎委員。今言われたのは金曜日っていうことですよね。で、他の土日だったりとか、土日はもう勤務はされてないと思うんですけども、そういったことがもう救急対応ということで理解してよろしいでしょうか。はい、井戸泉健康福祉地域事務所長。議員さんおっしゃる通りでございます。はい、分かりました。はい、他ありませんか。オフライン。はい、すいません、今後の方向性のところを確認させてください。熊本県からの医師派遣が難しいということなんですが、これはどういった理由なんでしょうか。野田健康福祉政策課長。はい、今年度までは県の方からの、紹介といいますか、自治医科大学卒業の先生医師が収容課が非常に小さされています。ただ、患者数の減少とかによりまして、来年度以降は県の方からその常勤の自治医科大学の先生の派遣も難しいという回答がありておりますので、現在はもう民間医療機関からの派遣というところで今協議を進めているところになってまいります。以上です。はい、オープン。どんなにお願い、県の方にお願いをしてもこの方針は変わらないという部分なんでしょうけど、医師がいなくなるっていうのはやっぱり地域の皆さんからとって非常に不安感が募るところだと思いますので、県に粘り強くお願いをしていただくのと合わせて、ここに書いてあるように医療機関からの医師派遣というのが本当に可能なのかどうかですね、このあたりも含めて、今の進捗っていうか、そういったところがお話しできるところがありましたらご説明いただければと思うんですけど。はい、野田健康福祉政策課長。先ほど言いましたように、県の方からはちょっと来年度以降の自治医科大卒の医師の条件が難しいという話があってるんですけども、当然また来年に対しても要望は県の方にはしております。それと来年度以降それが要望かなわなかった場合のことも想定してですね、今県とあるいは民間の医療機関と協議を進めているというところになってまいります。よろしいですか。はい、はい、他ありませんか。はい、なければ質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。はい、橋本徳一郎委員。はい、先ほど説明しましたけども安心して生活するためにやはり医療のサポートっていうのはですね、必ず必要になるものですので、救急対応にするにしてもその診療録っていうのはその診療所にしかないっていうことがありますので、そういったものを、きちんと看護師なりですね、その地域の方できちんと対応できるような形にしていただきたいというのと、大倉議員も言われましたけど、その縮小についてですね、これについては医師の確保なりは努力していただくしかないと思うんですが、それはもう継続していただきたいというふうに思います。
他ありませんか。はい、吉本浩一委員。今その壁治療のあり方というか本当に問われていると思うんですね。もうぜひともですね、この地域の皆さんのやっぱり命を守るという観点でですね、あらゆるやっぱり手を尽くしてですね、医師の確保というのを頑張っていただきたいと思います。はい、他ありませんか。はい、フォークライン。はい、医師の確保というのはですね、また改めてお願いをしておきたいというふうに思いますけども、坂本の無医地区の課題も今回質問に取り上げたんですが、そちらの方の課題もありますし、またこうやって診療所のですね、医師確保ということも今回私初めて認識をしました。でそういったところからも質問の中で少し話はしたんですけども、八代市として地域医療をどう果たしていくべきなのかといったところをやはり県の地域医療政策計画に、株の計画というんですかね、市としての考え方、方針、そういったものをやはりまとめて作っていくべきだというふうに私は思ってますので、そのあたりはまたしっかり検討していただいて、そういう計画作りに着手していただければなというふうに思います。そういった計画に沿って今回こういうふうな形で、ドクターを確保しましたとか、医療機関の体制を作りをしましたというのが出てくるんだろうというふうに思いますので、その点をお願いしておきたいというふうに思います。他ありませんか。はい、中山委員。私も重ねてですね、無意地区になるということで、住民の方たち非常にこう不安を覚えられるというふうに思いますので、ぜひサポートの方を丁寧なですね、説明の方も重ねてお願いしたいというふうに思います。はい、他ありませんか。よし、はい、なければこれより、採決いたします。議案第124号、令和2年度八代市診療所特別会計歳入歳出決算についてはこれを認定するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め、本案は認定することに決しました。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お諮りいたします。委員会報告書及び委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。なし。はい、ご異議なしと認め、そのように認定しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって文教福祉委員会を散会いたします。お疲れ様でございました。ありがとうございました。